はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、ブロッコリーとかですね、実のなる野菜ですね、そちらをですね、ちょっとね、結構ね、この時期はですね、鳥ですね、鳥に結構葉っぱ食べられてしまうことがあるんですね。なので今日はですね、100均の商品を使って、そういうね、鳥とかに食べられないようにする方法ですね、そういったところをご説明していきたいと思います。ね、結構ね、9月からね、育てているものですね、もうね、2ヶ月ぐらいね、経ちましたけれども、食べられたらね、ショックじゃないですか。なのでしっかりとですね、対策をしまして、しっかりとね、はい、虫からね、守って美味しいね、ブロッコリーね、収穫できるようにやってね、いきたいなってね、思います。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。はい、見てみてください。こちらね、こんな感じですごくですね、元気よくね、はい、育っています。そして、あ、ここね、見てみますと、ちょっとね、バッタですね、バッタが、食べようとね、していますね、狙ってますね。そしてこことかね、見ていただくと、もうね、ブロッコリーですね、こんな感じで、はい、成長してきています。もうちょっとだけこれね、大きくなっていきますので、大きくして、それから収穫をね、していきたいなと思います。ちょっとここをね、くっついちゃっていますので、こう守られるようにね、このようにして、はい、育てていきます。そしてこちらのね、ブロッコリーも、はい、どんどんね、ちょっとずつ大きくね、なってきて、しっかりね、硬くなっています。これつぼみになりまして、これがね、超辛いというものでね、はい、なってね、美味しくいただけるものになります。こちらもね、ブロッコリー美味しそうですね、素晴らしい。はい、あ、これなんか見てみてください。こちらもうね、収穫適期にね、もう近づいてきていますね。はい、そしてあと虫とかもね、このように、出てきますので、こういった虫いましたら逐次ね、取って、はい、ね、対策ですね、しておくと良かったりします。ね、こちらもね、なっています。こうなってくると、やはりね、虫にね、食べられてしまうってことがあるんですね。なので、このね、食べられないようにするために、ちょっとね、対策をしていきます。あと、ちなみにこちらはキャベツとかですね、育てているところになりまして、こちらもね、どんどんね、大きくなって、もう収穫、もうね、なっても収穫してもいい頃ですね、になります。そして今回ですね、使うものとして、この防鳥ネットというものですね、ダイソーさんで購入してきたんですけれども、こちらを使ってちょっとね、対策をしていきたいなってね、思います。あとはそれの他にですね、釣りのラインですね、透明な紐になるんですけれども、これをね、やっておくことによって、鳥とか飛んできて見えないうちに、ちょっとね、足にかかったりすると、鳥嫌がってね、この場所にね、もう来なくなるんですね。なので、こういったものもですね、設置していくと良かったりします。じゃあ今日はですね、ちょっとこちらのね、防鳥ネットですね、これを使っていきたいなと思います。はい、これはね、横が2メートル、縦が2メートルですね、になっています。なので、ここ支柱はね、ありますけれども、支柱にちょっとね、這わせながらですね、はい、設置をするって感じでやっていきたいと思います。ここね、見ていただくと、端っこですね、こんな感じになっていますので、これが端っこに来るようにまずね、設置をしていきます。じゃあここから設置しちゃいましょう。ここね、支柱ですね、刺しました。以前ね、支柱を刺したと思います。これ倒れないようにですね、ブロッコリーとか倒れないようにちょっとね、支柱を刺してやっていたんですけれども、そのね、支柱を使って、はい、固定をしていきたいなって思います。端っこも端っこもこちらにね、ありますので、あとは場合によっては支柱ですね、支柱にくくりつけちゃってもいいですね。 U 字の支柱に軽くくくりつけていきます。そしてここね、伸ばしていきまして、でまず端っこを設置しちゃいましょう。あ、ちょうど2メートルですね。そしてやりまして、ここね、伸ばして、こういうね、支柱にどんどんね、設置をしていきたいと思います。はい、とてもね、簡単ですよね。ちょっとだけこうやってやるだけで、このね、違いで、鳥にね、食べられるか食べられないかですね、違いが出てきますので、こういうね、設置ですね、しておくとよかったりします。で、行けるところまでね、ぐーっと伸ばして、はい、固定をしていきます。こんな感じ。これでね、しっかりと、はい、鳥のね、被害からも守ることね、できますので、はい、設置をしていきます。あとはね、もうね、食べられる前に早めに収穫しちゃってもね、いいかなってね、思うところです。はい、OK です。
はい、いかがでしょうか。こんな感じでね、上から網ですねやって、横もですねこのように設置できています。これで鳥飛んできても、ここのねブロッコリーとか食べられる心配もないですので、はい、すくすくとね大きくなるようにね育てていきたいなって思います。あとはこういうね部分ですね、洗濯バサミでちょっと止めたりとかして、上に、抜けないようにですねしていくっていうのもね一つ良かったりしますので、はい、皆さんもね良ければ挑戦してみてください。はい、いいですね。はい、あれからですねネットをかけて数日経ちました。このようにですね、はい、ね、守られていまして、鳥の被害もなくですね、このように、この間よりね一段と大きくですね、すくすくと大きく、ね、なってね育ってきてるかなってね思います。こちらもね見ていただくと、もうね収穫したりとかしているものもありますけれども、ネットでね守られながらですね、はい、大きくねなっているかなってね思います。こちらもねいい感じですよね。はい、どんどんね、だいぶ寒くはなってきていますけれども、まだまだね大きく成長しているなというね印象があります。ちょっとねネットのかけ方甘いところもありますので、ちょっとね補強しながらですね、こういう端っこの部分とか取れてしまうこともありますので、こういったものはですねパッカーとか洗濯バサミとかですね、洗濯バサミの方が、手っ取り早いかなってね思いますけれども、こんな感じにね洗濯バサミもねつけながら、はい、ちょっとね対策をしてやっていきたいなと思います。まだねあとはねこの時期はそんなに鳥のね被害ないんですけど、来年とかですね2月とか、1月とかになると結構ね鳥食べるものがないんですね。それで寄ってきて食べられてしまうっていうこともね結構あったりしますので、はい、しっかりね対策をしてやってねいきたいなってね思います。ちなみにまだねこちらは小さい、ブロッコリーにはねなりますけれども、こちらもねすくすくと大きくね成長しています。もうそろそろねそういうねまたこちらも同じようにネットをかけて大きくね育てていきたいなってね思います。こちらは芽キャベツですね。芽キャベツを育てたりとか、これは茎ブロッコリーですね。ブロッコリー系を育てているところになります。はい。ちょっと虫とかもね、食べられているところね、あったりしますので、こういったところをね、逐次チェックして虫がついていないかですね、チェックしながらやっていきます。あ、これもしかしたら、鳥ですね。鳥につつかれて、いる後の可能性がありますね。こんな感じだとやっぱりね鳥今日朝行ってもねちょろちょろちょろとね、羽ばたいて、僕がね到着したら羽ばたいてですね逃げていましたので、結構ねいるんですよね。はい、こちらですねイメージとしてはこんな感じですね。もう一箇所の場所にもね同じようにしたんですけれども、はい、しっかりとですね全面、防鳥ネットですね、張ることができたかなって思います。まあ、多少ね下の部分ね空いていても、上から結構ね飛び出してきて、くっつくことがありますので、そういったところですね、こういった感じで、はい、多少ね隙間空いていても予防効果としては十分ねありますので、こんな感じでやっていただくといいかなと思います。そしてところどころこんな感じで洗濯バサミとかですね、僕はパッカー使いましたけれども、はい、こういう風にして作業していただくと、はい、しっかりとですね、予防できていくかなってね思います。あとはこれね大きく成長してきて上に突き破った時どうするんだなってね思うかもしれないんですけれども、そうした場合はですね、もう一回ね上に、支柱をねこう今みたいにね上に上げてしまって、それで、きつくならないようにしてあげると良かったりします。そしてプラス下の横の部分ですね、下の隙間の部分は釣りの糸ですね、そういったものをここにこんな感じで這わせて鳥ですね入ってこないようにして予防もできますので、そんな感じでやっていくとですね、ここねブロッコリーとかね、芽キャベツとかですね育てていますけれども、しっかりと予防ができて防ぐことできるかなってね思いますので、皆さんもねよければ挑戦してみてください。あ、いいですね。はい、かなりねここ余裕ありますので、大丈夫ですね。今成長にはですね妨げにならないかなと思います。逆に風がね強風吹いて倒れる心配もですねこんな感じでやっておけばですね、少なくなります。
イメージとしてはこれね90センチぐらいの支柱ね張って倒れないように麻紐でここねブロッコリーとか、固定していますけれども、それでねこれにちょっとね上から合わせてあと洗濯バサミとかねするとより完璧ですね。あとは、ここね育てていた時に防虫ネットねしていたんですね。そしてここの部分に段ボールですね、段ボールで折り曲がるようにして支柱を立てていました。そしてこの支柱を、ね、合わせて円柱状にねしていますので、これでねしっかりと守られるようにねしていたんですけれども、はい、こちらねこんな感じで再利用してすることがねできますので、はい、こんな感じでねやっていくといいかなと思います。防虫ネットでもねいいんじゃないかってね思うかもしれないんですけれども、まあ防虫ネットでもねいいかなと思います。でも僕はねちょっと通気性もあったりとか、よりねこの植物がですねしっかりと、育てられるようにこうやってね伸縮性のあるですねこうやって伸び縮みもねしやすくて広がりやすいので扱いやすいかなっていう思ったのと、あと100均ですね、100均でこれ100円で購入したんですよ。なので100均でねこれこのクオリティで、使えるっていうねものになりますので結構いいのかなってね思いまして、はい、今回ねご紹介していきました。はい、じゃあまたねこれねちょっとね元気よく育てていきたいと思います。ちなみにこれはねブロッコリー系は、ね、2週間に1回ぐらいですね化成肥料とかそういったものを追肥して育てています。そうすればね来年の3月とかですねぐらいまで2月頃までねしっかりと育てていくことできますので、はい、こんな感じでねやっていきたいなってね思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね防虫ネットですね、100均の商品ですね使い、はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね100均の防虫ネットですね、これをね使って、はい、対策をしてきました。あとやっぱりね下の部分ですね隙間空いていますので、雪の降った日とかですね、翌日とか結構ね虫鳥ですね食べるものがなくてですね結構ね本当これね葉っぱとかね食べられてしまったりことがありましたので、ね今のうちからちょっと対策をして、やっておきたいなって、ね、思います。はい、じゃあ皆さんもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。